こんにちは。センターシリアルのビデオメイキングアーカイブ IL2C の第49回を始めたいと思います。よろしくお願いします。またちょっと数日空きましたけども、続きをやりたいと思います。で、ちょっと、切り替えるかな。はい、ですね、前回は、マークスイープの、マークスイープの、実装ですね、の内容について解説しました。で、GitHub のコードの方は、見てもらうとですね、コミットがだいぶ増えていて、ビデオの方がちょっと追いついてない感じはあるんですけれども、一応その直後から、マークスイープ GC の動きについて検証をしていてですね、Win32 で、なんかたまたま動いていたんですけど、ちょっと問題が、バグがあって、リンクリストをたどるところの、問題があって、で、なんとなく、ほんのりと、Win32 では動いていたんだけども、そのソースコードをですね、IoT デバイスですね、VOLTE っていうんですけど、あっちの方に持っていったら、なんか、全然刺さって動かへんみたいな。で、よくよく調べていったら、そういう問題があって、そういうのを修正したみたいなのがあります。で、今日は、ちょっと最初に、前回、あまりにちょっと長くなりすぎて、話しそびれちゃったことが一つあって、それは、ロンリースタックフレームの実現方法として代案がもう一つあったんですね。で、それと今採用している方法というのは、ほとんど違いはないんですけれども、その2つと比較してなんでそのもう一つの代案の方ですねの採用しなかったのかみたいな話と、あと、その直後、GC の修正してですね、その修正内容については、ここでは説明しないので、単純な修正なので、それは GitHub を見てもらうとして、で、その後からですね、ちょっとその、実際のそのトランスレートした結果を、その IoT デバイスとかで動かして、なんかそろそろ何か動かしたい。みたいなのがあって、であとうちのそのセンターシリアルのコミュニティの方のビデオでなんかその成果発表みたいなものや、そろそろなんかまた第2回というかですね、前回はとりあえずハローワールドみたいなのが動いたよみたいな話したんですけど、もうちょっと踏み込んでなんかやりたいなと思っていたので、プラットフォームインボークですね、これの実装をやりたいなと思ってたんですよ。なので、そっちの方にちょっと着手したけど、なんかいろいろそれをやる段階で新たに課題とか見えてきまして、そして再びなんか GC の方に戻ってきたりとかですね、そんなようなことを、今日に、前回から今日に至るまでちょっといろいろやってました。なので、そのあたりのプラットフォームウォークのあたりを、今日の、今回の後半のあたりで話をしようかなというふうに思っていますので、よろしくお願いします。で、まずその、代案と言っているものが何なのかとなんですけれども、前回説明したロンリースタックフレーム、ちょっとその時ね、ロンリースタックフレームって名前を付けてなくて、単にスタックフレームっていう呼び方してたんですけど、それだとね、本物のスタックフレーム、C のコンパイラーが生成する、本物のスタックフレームとちょっと区別がつかないので、なので我々が使うその IL2C で C 言語のその構造体を使って論理的にその組み上げるそのスタックフレームをその一応区別して扱うために論理スタックフレームっていう名前で呼ぶことにします。で、本当ね、なんかシンボル名としてエグゼキューションフレームとかそういう名前で今までちょっと呼んでいたので、そのあたりもね、なんかロジカルフレームとかなんかそんな名前に置き換えたいなみたいなことは考えてるんですけど、今のところシンボル名自体はエグゼキューションフレームになっている。で、説明の時にはロニースタックフレームみたいな感じで呼ぶようにしようと思っています。で、そのロニースタックフレームを前
前回というか、あの前回の説明までのところではまあこんな感じでしたよね。例えば、ボイド、まあ例えばボイド、まあこんな感じで、メソッドがあります。見えてますよね。ボイド。で、ここで例えば、システム、オブジェクト、まあ、オブジェクトちょっと分かりにくいか。システムオブジェクトじゃなくてシステム URI にしましょうかね。URI、マスター、ローカル0みたいな感じで、そのローカル変数が定義されてます。ああ、そうそう。これは、ヌルで初期化されている必要がありますよね。で、エグゼキューションフレームはストラクトカッコボイドアスター P ネクスト、これは次のスタックフレームへのポインターですね。それからUint16T の、カウンター、このカウントはあのこの下のその、検査したい、オブジェクト参照ですね、それの数を表しています。そしてここに、システム URI アスタースターゼロ、そしてこれにキャメルケースになってました。こんな感じですね。アンダースコア後ろに抜けてますね。こういう感じかな。こういう感じ。はい。ですね。で、この後この定義されているエグゼキューションフレームを、初期化するフレームの、カウントで、ここでは、エントリー数としてはこいつを追跡するので1個だけですね。なので1、そしてまあちょっと省略します。p ローカル0イコールなんだっけ、これだアンド、ローカル0とで、このロンリースタックフレームの、リンクリストの接続ができたと。で、IL の本文が入ってくる。まあ、こんな感じですね。こういう感じですと。で、ダイアンとして考えたものが、どういうものだったのかって話なんですが、ですね、今これ、ここに、これがまあ IL のボディから使われるローカル変数そのものですよね、本体ですよね。それとここがロンリースタックフレームのまあ
定義と実体ですね、これ一応あの実体定義があるので、これはあの無名構造体なんですけど、ここに名前がついてないので無名構造体なんですけど、それの実体がエグゼキューションフレームという名前でここにあります。で、思ったんですよ、これわざわざ、ここでこいつこれですね、このポインターがまあここを指すようにここで初期化してるわけですよね。これでこいつで初期化をしてるわけです。でもまあよくよく考えてみるとですね、あのまず一つ、オブジェクトリファレンスは OR はまあ必ずポインターです。まあ、あの C++ でいうところの、インスタンスメソッド、あ、インスタンス関数へのポインターはちょっとポインターのサイズが不定なんですけど、C 言語ではポインターといえば、まあ、必ずあれですよね、ポインターのサイズって、まあ、プラットフォームによりますけど、プラットフォームが1に定まればいくつっていうのが決まりますよね。例えば、Windows の、Win32 の X86 ならサイズオブ、見えてるか、見えてる、サイズオブボイドアスターで、これって4ですよね、4バイトで、 X64 だとこれ8ですね。まあ他のプラットフォームによって、まあ、このサイズはまちまちなんですが、いざ動こうとしているプラットフォームが定まれば、これ4とか8とかはまあ多分決まる。でですね、例えば今これこういうふうに分けてるんですけど、いっそのことこのシステム URI ポインター、このローカルゼロっていうのがここの中にあってもいいんじゃないのみたいなことなんですよ。ちょっとこれを直接書き換えちゃいますけど、例えば、ここですね、ここをちょっと字小さくてすいませんけど、あのシステム URI アスターアスターポインターのポインターにして、そしてローカル変数へのポインターをここに入れてたんですよね。そうではなくて、ここにもう直接オブジェクトリファレンスのポインターを入れてしまえばいいんじゃないか。つまりここをローカルゼロとすればいいんじゃないかって話ですね。で、問題は2つあります。まずもはやこれこの行いらないですね。このポインターのポインターとしてここの plocal0 に入れてた部分というのはもはや不要になるので、まずこれいらなくなります。なので初期化のコストがちょっとだけ削減できますね。こんな感じで、もしたくさんのローカル変数が使われているような状況だと、この初期化コードって増えるので、まあそれらが一律いらなくなると考えれば、ああいいじゃないかと、その方がいいんじゃないのみたいな話になるわけですよね。で、じゃあ IL のボディからは、このローカルゼロってどうやって使われるかというと、例えばエグゼキューションフレームイコール、じゃあごめんなさい、のドットローカルゼロイコール、まあなんかわかんない、OR のポインター代入するみたいなコードとか、あるいはまあもうこの名前、このこのフルの名前を使って関数呼び出しのその引数にこのシンボル名を直接入れて挿入してやるとかすれば、こいつにアクセスできるわけですよね。いやまあ別にも、まあそうすればいいと、別に問題はないよねと、まあ対案なんで一応どちらでもできるということは考えてあるんですけど、できますと。もう一つの問題点としては、この uint16t のカウントですね。GC は GC を実行するときに
このエグゼキューションフレームをトラバースしていきますね。このリンクリストを使って、多分こいつを指していて、今度この pnext から、次の、スタックフレームを、エグゼキューションフレームをたどれなきゃいけないと、リンクリストになっているので。で、何を言っているかというと、どんな定義になっているのかは実行時にしかわからないので、GC のランタイムからすればね。なので、リンクリストを追ってきたときに、ここになんか無名の何らかの構造が、メモリ上に配置されている。そして、その構造の先頭から2つ目の要素、これは、このボイドアスターポインターなので、ちょっとややこしいんで、仮に32ビット環境だとすると、ポインター4バイトなので、オフセット4バイトずれたところを見ると、カウントの値が16ビットで入っているということが分かっているので、それを、機械的に取り出します。そしてそのカウントの数に応じて、そのすぐ後ろから続く N 個、そのカウント個の、ポインターをすべて処理するわけですよね。今現在採用しているポインターのポインター方式だと、そいつのポインターのポインターがそこに N 個あるということが分かるので、ポインターのポインターは結局4バイトですよね。デリファレンスしても4バイトなんですけど、4バイトなので、このカウンターっていうのは、ここから4バイト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 っていうふうに見ていくことができる、要するに機械的に処理ができるっていう構造が重要なわけです。その時のメモリの構造を見ると、ここがエグゼキューションフレームです。を指している場所です。そして、ここに pnext があります。それからここにカウントがあります。pnext は4、カウントは2。ちょっと本当にこの通りのバイナリーレイアウトになるかわからないですけど、仮にですけども、4バイト、2バイト。そしてここに、E5、PP0、PP1、PPN-1 か。こんな感じですね。で、これ全部4バイトですね。こういう感じ。っていう構造が想定できたので、ランタイム、GC のランタイムは、ここで実際どんな型を扱われてるかは別に知らなくても、機械的にできるわけですよ。要するにアドレス計算だけで、このポインターを特定していくことができる。で、というように、その GC はあんまり実行時のその型とかわからない。あんまりっていうか C 言語は基本的に型システム、ランタイム持っていないので、わからないと。わからないので、これが機械的にできるということができるようにしておくことがすごい重要です。で、じゃあ、その代案の方法だとどうなるかというと、ここがポインターのポインターだったものが、ただのポインターになります。でも、ポインターになっても4バイトなんですよ。結局は。ポインターなので、ね。そうすると、この構造ってどうなるかというと、ちょっと青で書くならば、P0、P1、P2、みたいになるってことですね。結局4バイトで変わらないので、GC がこれをたどる、機械的にたどるということは十分可能だということが言えますと。じゃあできるじゃないか。できるじゃないか。しかもそんな複雑になるよりも、いっそのこともう全部この、構造体の中に全部そのローカル変数ですね。ローカル変数の定義を入れてしまえばいいんじゃないかと。スタックもそうですね。エバリエーションスタックも、全部この中に定義しちゃった方がいいんじゃないのみたいな。もちろんそれでもできます。で、あえてその方法を取らなかった理由があって、何かというとですね、まさにこれなんですよね。これ、ソースコード、実際出力されるソースコードがこういうふうになるんですよ。で、ここのエグゼキューションフレームという名前を工夫して、もうちょっとちょっと長すぎるので、小さい名前、短い名前とかにしたとします。名前の話については、この、
あの出力された C 言語のソースコードがコンパイルされて、で、実行ファイルに、実行ファイルに出力され、実行ファイルとして出力されます。そしてそれと同時に、デバッグ情報も出力されますよね。で、デバッグ情報って、この、この関数内に、どんなローカル変数、どんな名前のローカル変数が定義されていたかとかいうような情報も含まれてるんですよ。で、それには当然、こういうふうに定義すれば、こういう名前で、この中に含まれる、デバッグ情報として含まれることになりますよね。それって、例えばですけど、ビジュアルスタジオでデバッカー起動して、デバッグしていくと、ステップ実行で、この、ポゲという関数の中にステップインした場合ですね、ローカル変数がどう見えるかというと、こういう名前で見えると思うんですよ。ウォッチウィンドウとか、ローカルウィンドウとかにこんな名前で出てくる。で、それがね、あんまりなんかどうなんだっていう気がしていたんですよ。で、かたや、現在採用している方法でいくと、ローカル変数は基本的にここで普通に定義しますね。システム。URI アスタローカルゼロ、まあこんな感じでちょっと書き直しましたけど、定義されます。この名前ですね、もしこう定義してあったら、ソースコード上もおそらく ここはなくて、これだけですね。ローカルゼロにアクセスするときって普通にローカルゼロっていうシンボル名でアクセスします。それをソースコードに出力しているので、それがコンパイルされると当然デバッグ情報には単にローカルゼロという名前で、シンボル名が登録されます。それをデバッグして、でこの関数の中にステップインしてくると、当然そこにあるローカル変数の名前はウォッチウィンドウとかにはローカルゼロという名前でちゃんと出るわけですよね。ピンときてないかもしれないですけども、この名前ローカルゼロっていう名前は、ローカルゼロっていう名前は本当は良くないと思っていて、なぜかというと、本当はソースコード、 C シャープのソースコード上はこれになんか適当な名前をつけてると思うんですよ。例えばこんなメソッドを これ C シャープです。C シャープが書いたとします。で、ここにこう書くんですよ。ちょっと冗長ですけど、URI を、じゃあ、ローカル。まあ、例えば URI。こういう感じね。この時のローカル変数のシンボル名って URL ですよね。本当はこいつ URL になってほしいんですよ。こいつは URL。URL って名前になってほしい。まあちょっと下も直さないですけど。もしこれが実現できれば、今は実現できてないですけど、もしこれが実現できれば、そうすればこういう C のソースコードをコンパイルすると、そうするとデバッグ情報はちゃんとこのホゲの中のローカル変数の名前は URL という名前で保存されるし、デバッグ実行してここにステップインしてきた時に、ウォッチウィンドウとか、ローカルウィンドウに表示される名前は単に URL となる。そうするとですよ、まずその、ウォッチウィンドウとかに同じ名前でちゃんと C シャープで URL と書いたら、ウォッチウィンドウにも URL という名前で表示される、いい、ベターだよねと思うかもしれないですけども、いやもちろんその通りなんですけど、結構重要な話で、例えばじゃあステップインしました、IL のなんかどっかここら辺にブレークをかけていたとして、そこで止まったとします。その時に、マウスポインターで普通なんかソースコードに見えているこういうところにマウスをこう当ててですね、今ここに何の値が入っている
入っていたっけみたいなのを今見るわけですよ。ビジュアルスタジオはもうそういうのは当たり前になっているので、皆さんなんかあんまりそういうことをはっきりとは意識しないかもしれないですけど、ここにマウスカーソルを当てる、そうするとツールチップになんか URL はなんか例えば http にスラスラなっちゃうみたいに画面上に表示されるんですよ、デバッグ中に。この機能ってどうやって実現されているかというと、マウスポインターが指している、今そのマウスポインターの先がその示しているここの文字列、テキストエディター上のここの文字列がどんな単語なのかというのをビジュアルスタジオのそのデバッグウィンドウが拾い上げてですね、あ、URL だと、U と R と L だと、そういう文字列を拾い上げて、じゃあそれに対応する、シンボルがどこかに定義されてるかっていうのを検索するんですよ。で、検索して、ああ、そうか、なんか、その今いるホゲという関数、あのメソッドの中に URL というあのシンボルがあるよねというのが分かれば、ああ、じゃあそれの値をデバッグの機能を使って、現在そう設定されている値を取り出してきて、で画面に表示すればいいよねっていうふうに表示するわけですね。だからこの機能が実現できているわけですよ。で、すみません、おっさんなので、あの昔は本当大変だったんですよ、このいちいち見たりするのすごい面倒くさかったんですけど、今はねマウスをポイントするだけでそれが見えるので、あのすごいいいんですけど、あのそういうのは背景としてそういうふうなことが裏で実現されてるから、我々はこうやって簡単にその現在このシンボルに何が設定されてるかとかいうのが分かるということなんですが、もし、この、構造体エグゼキューションフレームの中に直接、オブジェクトリファレンスを格納してしまうと、そうするとシンボル名ってこうなるっていう話をしましたね。この青側、つまりエグゼキューションフレームドットローカルゼロという名前にならざるを得ない。そうすると多分ね、ツールチップが今度機能しなくなるんですよ。なぜかというと C シャープのソースコード上は単に URL と書いているだけだと。でデバッグ実行している時に仮にですけど、このテキストがあのソースコードが C シャープのソースコードが C 言語のソースコードじゃなくて C シャープのソースコードが画面に表示されている時に、この値なんだっけって言ってマウスポインターをここを指した時に、URL ですよね。だけど探してもないんですよ。これかか、仮にですけど、このちゃんと URL という名前が割り当てられたとすると、ここが URL になるわけですよね。 URL、 まあこういう状態で、デバッカーが URL というシンボルを探しても見つからない。なんでかっていうと、C 言語のソースコード上は単なる URL って名前じゃなくて executionframe.url っていう名前でシンボル登録されているので、 Visual Studio は多分これを拾い上げられない。そうすると、まずウォッチウィンドウにこれは出る。でもこの名前で出ますね、単なる URL じゃなくて executionframe.url っていう名前で出るし、さっき言ったようにツールチップでこういくらここを指しても多分何も出ない。なぜかというと URL っていうシンボルはどこにも定義されてないとみなされるからですね。そうなんですよ。これのためにこのローカル変数のこれをここの中に入れたくなかったんですよね。これここにこのエグゼキューションフレームの中に入れることができたらどんだけスマートかなと思ったんだけど、一応ねこのことを考えてやめました。でわざわざそのオブジェクト参照が格納されている場所へのポインターを格納させるようにしたのは、まあそういう理由です。まあこれがね、どうなのかっていうのは今もちょっと迷ってはいます。一つは、まずそもそも今、このローカルヘイズのシンボルまだ拾い上げられてないですよね。本当はここはソースコードに書いた通りではなくて、ローカル、ゼロみたいなあのインデックスの番号がくっついたこういう固定的な名前になってしまっているので、どのみち意味のない話ですよね。ここですね、ローカルゼロ。
意味がないといえばまだあって、今なんか C シャープのソースコードで、デバッグしたら C シャープのソースコード上でデバッグできるみたいな話をしてますけど、今それ実現できてないですよねこれはもどきであれば割と簡単に実現できます。C 言語にはなんだプリプロセッサーがあって、プリプロセッサーの機能にシャープラインこれってシャープイフデフとかですね、あの類のものなんですけど、シャープラインっていうのがあって、これをこの C シャープのソースコードの該当する行の番号で、C 言語のソースコード上に挿入してやることによって、適切にソース挿入してやることによって、まず一つステップ実行でどの行を実行しているのかは多分デバッグできるようになるんですよ。ラインはね、確かファイル名ちょっと忘れちゃいましたけど、ファイル名と番号ナンバーみたいな形式になっていて、で、例えばこの C シャープのソースコードでいうと、これ、まあ仮にですけど、これ1行、ありえないか、クラスがないからあれですけど、まあ仮にですけど、1、2、3行目、まあ中だあたって10行目。みたいに行番号が分かっている場合、この行を、例えば、これ出力してるのは C のコードじゃないですか。変換した C のコード、ここら辺ですね、位置的には多分ここら辺、ここら辺に例えばライン、これまあなんか仮にですけどオゲ C っていう名前で、この行ってシステムやられるのこの変数を定義した行って3行目なので3とか、なんかこんな行をこの C のソースコード上に挿入してやるとですね、そうするとデバッカーがね、デバッグ実行してる時の画面表示にこの情報を使えるようになるんですよ。で、ステップインすると、この関数にステップインすると、普段なら C のソースコードが表示されるけども、この指定に従ってホゲ C というファイルをウィンドウ上に表示して、でそれの3行目をポイントするように、現在ここに行がありますみたいな、VS だとなんかこの辺にちょっと色が違うんですけど黄色でなんか矢印が出ますけど、こんな感じで今3行目にいますっていうのが分かるようになるので、これだけでもだいぶいい感じですよね、デバッグとしては。でプラス、さっき言ったようにそのシンボルを簡単に参照できるように、シンボル名を完全に合わせることができれば、そうするとかなりねいけてると思うんですよ、デバッグ環境としては。それだけでもなので、目指して少なくともやりたいと思っていたことは、デバッグについてでやりたいと思っていたことはこういうことです。でそれをやるためにはどうしてもさっき言ったようにここに直接オブジェクトリファレンスを含めることはできない、なぜならばシンボル名が変わってしまうからということで、その2つの案のうちの最初の前回説明した案でやろうというふうに思いました。ただしさっきも言いましたけど初期化コードが必要なんですよね。どうしてもそのオブジェクトリファレンスがここにたくさんあればあるほど、そのポインターを全部セットしなければならない、このカウンターの値の分だけセットしなければならないので、まあ、コストがどうしてもそのエグゼキューションフレームの初期化コードがコストがかかってしまうので、ちょっとどうだろうなっていう迷いはねまだあります、あるんですが、今のところまあこれでいこうかなと、そのデバッグしやすいっていう方を目指した方がいいのかなみたいなふうに思っています。まああるいはですね、どうなんだろうな、なんかコンパイルスイッチで変えれたらいいのかなって今一瞬思ったんですけど、でもダメですよね、ここがポインターなのかポインターのポインターなのかっていうのは実行時に判別は普通はできないですよね。
ここにその情報を持たせるとかかな。そんなようなことをしたらひょっとしたらできるようになるかもしれないですね。実行時に判別できなければならないのは必須で、なぜかというと、この関数内から別の関数を呼び出したときに、その関数はコンパイルスイッチ、違うスイッチでもしコンパイルされていると、ここがポインターなのかポインターのポインターなのかっていうのは分からなくなるので、実行時に判別できなければいけないので、多分なんかここら辺にそういう情報が必要に、余分に必要になるってことですね。まあカウンターをね、今 uint16t になってるから、これ妥協して int16t とかにして最上位ビットをなんかその判別に使うとか、なんかそういう方法でもいいかもしれないですね。まあとりあえずね、一応考えたことはこういうことです。なのでこれはまあこのままちょっとまだしばらく置いときましょう。例によってもうちょっとはっきり見えてきてから、どうしようもねえなこれはとか、あるいは他のなんか他にもいろいろ、もうちょっとこのエグゼキューションフレームって詰めなければいけないと思ってるんですよ。とりあえず今今まで想定したことを全て満たせるものはこうなんですけど、今後いろいろ考えていくと、もうちょっとこれを整理しなきゃいけないっていうことが起きるかもしれないので、まあその時に何か見えていれば、やっぱりもうどうしようもないから、どうせやるんだったらじゃあもうこれにするかみたいに倒れるかもしれないし、まあ、そういう判断がつくところまでちょっとこの判断は保留して、今のところまあこれで実装としてもねうまく動いている、まあ、こういう感じで進めたいなというふうに思っています。はい、これがその2つの案のうちの前者の案を取った理由と、その内容と理由ということですね。で、なんだっけな長かったね。もう一つが、もう一つのに、もう一つ、話したかった、そうそう、で今回はそれと、プラットフォームインボークの話ですね。そう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 、どうしようかな、ちょっと待ってくださいね。これね、カメラの性能があんまり良くないんでいいカメラ欲しいんですけど、業務用のカメラ欲しい、カメラ欲しいんですけど、ちょっと写真を撮っておこう。本当ね、キヤノンからね、業務用のカメラが出てんですよ。本当もそれが欲しくて欲しくてしょうがないんですけどね。マイクもね、今相当いろいろやったんですけど、なんか気がついてる人いるかもしれないですけど、まあ回を追うごとに浮くはなってると思うんですけど、ちょっと前回ね、ちょっといろいろ失敗して少し音量が小さかったんですけど、基本的に、いいマイクを、いいって言ってもそれでもエントリーモデルですけども買って、で配置2つ使ってるんですけど、なんかねミキサーが良くないのか、なんかすごい高音が、あれキーンって音がなんかひょっとして聞こえるかもしれないですけど、そういう音が入ってるんですよね。それがちょっと気に食わなくて、でもなんか理由が分からなくて、どこに原因があるのかよく分かんない。でまあマイクをね一番敏感に受け取ってるのはミキサーなんで、まあやっぱりミキサーが原因なのか、ちょっとねその辺がまだよく分かってないんですよね。で理由を判別するために次々とミキサーを買うってわけにもいかないのでは苦しいところなんですけど、まあまあおいおいやっていきたいので、まあそれよりもねカメラをどうにかしていいカメラが欲しいなみたいな、誰か買ってください。なんだ、キヤノンの XA30 だったかな、なんか業務用のエントリーモデルがあるんですよ。全然違う話ですいませんが、この間量販店に行ってカメラコーナーでちょっと見てきたんですけど、量販店に置いてあるような最上位モデル、要するに業務用じゃない民生向けの最上位モデルぐらいでちょうど、まあ、ギリギリいいかなみたいな感じ。ね、やっぱり最大の問題は多分その CCD というかセンサーのサイズが小さいことで暗いんですよ。で暗いって今全然問題なくこうやって映って
ってますよね、こういう感じでね、映ってんだけど、これは多分絞りがだいぶ空いてる空いているからこうなんですけど、その絞り空いてる状態だと背景が光ってるようなものと、なんかこう影が落ちているようなものをこうやって映した時に全然ダメダメで、でしかもフォーカスが甘くなっちゃうんですよね、絞ってないから。で今これ白板だからいいんだけど、センター CLR の、コミュニティ向けのビデオを撮ってる時って後ろ大型液晶を光らせてるんですよね。そうするとなんか眩しすぎてなんか人物像が真っ暗になっちゃうんですよ。でしょうがないからって言ってなんか絞りを絞っていくと、そうするともうめちゃめちゃ暗い映りになっちゃって全然ダメダメで、でこれ一体どういうモデルを買えばどのぐらい金出せばなんか解決するのかなっていうのをずっとなんか悩んでて、で量販店に行った時にまあちょっと業務用モデルはなかったんで、その民生の一番高いやつ12、3万ぐらいかな、なんかそういうのをちょっと試してみたんですよ。でああいうとこって明るいんで上に照明とかいっぱいあるんで、その照明わざとかって向けたりして、でどのぐらいかなみたいなの 見たんですけど、まあいろいろモデルあったんだけど、やっぱりその民生向けでも一番いいやつぐらいじゃないとなんか満足な写りはしないっていうことが分かったのでもうそこまで来るなら業務用買った方がいいんじゃねえのみたいな話になり、もういつまでたっても買えないよねみたいなそんな感じですね。はい、まあちょっと機材の話で、すいません、機材の話でね、またねちょっとまとめてやろうかなって、いろいろ煮詰めてきたところでやろうかなというふうに思ってます。はい、ということで話を戻したいんですが、どうしようかな、一旦ちょっと49回超えて切ろうかな、引き続き50で切りたいんですけど、ちょっとね今一旦ちょっと切ってやることができたのですみません。じゃあ引き続き50は取るようにするので、よろしくお願いします。とりあえず切ります。